ん、こんにちは。今日は4回メダル0と古典の2を買いました。はい、これね、 Z セカンドと先生見して、古典の2ね、1個ずつしか買えなかったから、じゃあ今日は順番に開けていこうか。え、これもこの色紙でもあるんだって。はい、開けるよ。はい、じゃあ最初にももこからね、Z セカンドから。何かな？せーの。わ！何これ？何これ？持ってない。うん。爆速。あ、USO だ！やったやった！どっちとも出てたの？やります。あ、どっち？ハサミちょうだい。はい。せーの。うわ。あ、持ってないやつじゃん。おお。あ、持ってない。コッパ、このカッパみたいなやつ。ほら、持ってない。スイコって言うんだ。スイコ、カッパの仲間のスイコ。うん。どっちだっけ。あ、これ爆速っていうのもいるじゃない。これだよ、これ。USO。USO だって。こっち。爆速？爆速？あ、爆速。だって消えたのね、パパにね、取りつかれてたんだよ。あ、いたいた、きらめきって。ほら、あーじゃ、ぬがぶーん。じゃあこれさ、妖怪さ、大辞典にいるんじゃん。 いる、うん、これ、あ、似てるけどちょっと違うよ、とどめきだから、うん、え、あのね、ゲラポプラスっていうのを買わないと多分ないんだ。でもほら、同じ形してる。同じ形だけどね。でも面白かけどこだ、同じ、うん、色が違うんだよ、ほら、これとこれで。ほら、同じ形してるからさ、ちょっと同じなんじゃないの。わかんないからちょっとここに置こうか。そうだね、うん。あ、いたいた、 USO、 ほら USO。 ももちゃんは爆速が出ました、うん、あと USO が出ました。はい、千之助は USO が出ました。僕はきらめきと、これ何、かスイコ、スイコが出ました。よかったね、また今度買おうね。もめちゃんが欲しかったの、これ。うん？これはガブニャンってやつだね。知ってる。欲しいなな。せんももあいチャンネル。また見てね。